はい、先日、岩宿遺跡に行ってきました。場所は、群馬県、みどり市です、ね、桐生市に行く手前ですね。遺跡はこんな感じですね。今は、岩宿遺跡っていう石碑が立っていて石垣になっちゃってますが、この奥の崖が赤土の層で、そこから有名な石碑が見つかったんです。ね、説明もあります。はい、教科書に載っている、この石碑が、この遺跡で見つかったということですね。さあ、教科書で押さえましたよね、これ社会でね。これは石碑には2種類あって、惰性石碑と魔性石碑というのがあるって教わったと思うんですが、これどっちでしょうね、この石碑はね。表面を見るとですね、こう凸凹しています。で、作っている材料の石は黒曜石という石で、ちょうどみんながよく知っているものだとガラスと同じような性質を持っているんですよ。ガラスって割れると、こう割れたところが鋭くなりますよね。そしてね、よく見ると貝殻状断口といってですね、割れたところがちょうどシジミとかアサリの貝殻のような形にこう割れるんですね。これが鋭くてですね、石器に適しているんです。で、その後、細かくこすって磨いた様子がないので、これは分かるね、惰性石器であります、ね、惰性石器が出る時代というのは何石器時代だったんですっけ。はい、そうですね、旧石器時代、ね、これがね、実はね、当時はびっくりだったんですよ、ね、なぜかというとですね、この遺跡が発見された時、ちょうどまあ日本が前の戦争が終わった今から、ね、70年ぐらい前の頃、70年以上前のことですね。当時日本の学会というか、学者さんも全部、歴史の学者も全員、日本の文化というのは縄文時代から始まったと考えられていたんです、ね、縄文時代の次に弥生時代があって、古墳時代があって、でその縄文時代の前の時代には日本には人は住んでなかったんだと、ね、まあ、知ってる通り、今の、人類の祖先であるホモ・サピエンスはアフリカで生まれて世界中に広がっていったので、もちろんこの時代にアフリカとかアジアの国々にはいたんだけど、日本にはまだやってきていなかったという考えが、主流というか、もう当然のように言われてたんですね。はい、ですから旧石器時代は世界にはあったけど、日本には旧石器時代はなくて、新石器時代になって、ね、日本人は日本にアジアから人々が渡ってきて歴史が始まったと考えられていたんです、ね。まあね、人がいなかったという、まあね、証拠っていうかね、一つとしてですね、これね、遺跡の後ろは石垣になっちゃってますけど、掘るとね、群馬県とか関東地方で土を少し深く掘ると赤っぽい土が出てくるんですよ。赤土とよく言っています。これがね、関東ローム層っていうんですが、これ実は火山の噴出物なんですね。火山灰が積もった、すごく厚く積もってるんです、ね、すごい厚さに積もってるんですね。で、その上に縄文時代の地層、ね、つまり縄文土器だとか、これはさっきのと違って表面がすべすべになってるので魔性石器などが出る地層があった。だから昔は、一つの説として関東ローム層は火山灰で、火山がしょっちゅう爆発してて火山灰が降り積もっているような状態で、人間が住めるはずはないんじゃないかというのが、まあ、根拠になってたわけですよ、ね。だからですね、実はこのさっき出てきた惰性石器も、この惰性石器を採集しようと思っていたわけではないんですよね。さあ、見つけた人はね、この人です。相沢忠宏さんという人で、有名な学者ではなくてアマチュアの、ね、まあ、大学の先生とかそうじゃなくてですね、アマチュアの考古学の好きな人で、熱心に、まあ、古代の、ね、遺物を、ね、発掘するのが趣味だったということですね。この人です。相沢さんも初めはここの岩宿に来て、縄文時代の石器や土器を、探そうとしていたんです。ところが、ね、
だから相沢さんも初めは関東ローム層には人は住んでないという当時の学説を信じてたんだけども、なんとローム層の中に、石器が見つかったと、ね、これは驚いたなということですね。これね、まあ、この石器有名な石器なんですけど、これより前にももっと小さいのが見つかってですね、初めは相沢さんも信じなかったんだけど、しばらく探しているうちにこの本格的な、ね、石器が出てきてですね、いよいよこれは、日本にも旧石器時代があったんではないかという、ね、考えを、生むようになったんです、ね、それでですね、明治大学の、ね、知り合いに相談したりとか大学の先生に掛け合ったりして、やっと発掘してですね、これね、見学に行った時に、これは岩宿ドームっていうんですね、実はその岩宿の発掘した崖をそのまま保存してあるところなんですね。中に入るとこう入場無料なので、中に入るとこのようなこう赤土の地層が本物です。これをね、保存してあるんですね。はい、そしてですね、地面の地表の近くには、黒っぽい土がありますね。皆さんが住んでる普通は地面が黒っぽい土が多いんですけども、少し掘るとこういうふうに厚くカントローム層がね。でこのカントローム層から、相沢さんは趣味で掘っていたんだけれども、大学の先生や専門家たちが来て、そこを発掘調査をしたんです。ね、これは非常にね、大変なことだったんですよ。当時は絶対そのありえないと思っているものをですね、まあ、素人のアマチュアの人が言った意見をもとにして、大学の先生が学生たちを連れて発掘調査をするなんてことは、なんてねすごいことなんだろうって、ね、中にはね怒ってですね、もっと有名な大学の考古学の教授が来てですね、もう君たちこんなことやるのやめたまえって、そんなの嘘に決まってるんだと、ね、間違いに決まってるんだっていうふうに言って叱っていった教授もいるってことですね。ところが、専門家たちの発掘でもここで、惰性石器が見つかって、岩宿文化の地層があるということが証明されたということになります、ね、はい。なんで赤土の中のところの火山活動が盛んな時期にも、日本にも旧石器時代の人がいたんだなということがね、証明されたと。それからいろんな人がですね、日本全国でたくさんの遺跡を発見してですね、旧石器時代の、日本の様子が少しずつ分かってきている土地です。まだね研究途上なんですよね、うん、なんでまだはっきりしないことがいっぱいあります、ね、はい。次はそばにある岩宿の博物館の展示物をちょっと紹介しますね。写真を撮ってもいいよって言われたところを、撮りました。さっきの一番最初のページにあった有名な石器は写真撮影が禁止でしたが、今は博物館の正面に展示してあるので、本物はすごくね、綺麗でね、かっこいいのでね、ぜひ見に行ってもらいたいですね。はい、これから出土した惰性石器が、2つの、ね、期間、または3つという説もあるんですが、時期があってですね、文化が異なっているんでね、長い間ここに人が住んでたんだなとね。それから惰性石器ね、なんかどうやって作るのかなって、ね、意外とね難しい手順があるみたいで、ね、このようにですね、惰性石器の作り方の標本なんかも展示されてました。マンモスや大津の時間ですね、これは氷河期の時に海水面が低かった時に日本にこういう動物も渡ってきて、まあそれを追ってね、日本人の祖先がね渡ってきたんだと言われています。さあそれからね、これは博物館の資料じゃないんですがね、なんかただ石ころが並んでるみたいに見えますが、これはねその博物館に行ったらば、岩宿遺跡よりももっと規模の大きい集落がすぐそばの桐生市の新里のね、竹井遺跡というところにあるというんで、そこも見てきました、ね。これはね礫群というんですね。昔はどうも調理をするのに石を焼いて、その余熱で肉などを調理したようです。この方がね蒸し焼きになって火がよく通るんだということですね。なので、旧石器時代の集落からこういう礫群と石のね焼けた石がまとまって出土することが多いんだそうです、ね。はい、旧石器時代についてねちょっと勉強とね、比較しながらねもう一回、ね、まとめていきますね。
世界的にはね700万年前ぐらいからね旧石器時代、まあ、これ諸説あるのでもっと昔だという人もいるしもっと後だという人もいるんですが、この頃の時代だとホモサピエンスというよりもまだ原人の時代ね、例えばホモ、エレクトスとかその前のホモハビリスとかという原人の時代頃のなんで、ね、その頃から旧石器惰性石器は作られていた、ね、ホモサピエンスじゃなくてだけじゃなくて、原人も惰性石器を作ってたところね。ただ日本の場合は、まあ、一番古い説で12万年前とかという遺跡もあるようなんですが、まあ、3万年から5万年の間ぐらいだろうとか言われてるんですが、これを来たのでこれは多分日本に来たのは日本の旧石器時代の惰性石器はねほとんど新人ホモサピエンスが作ったものだと考えられます。まあかつてはねいろいろ日本にもね、原人がいたのではないかということで何々原人というのはよく話題になりましたが、今のところ原人だと証明された人骨は出ていませんので、まあ、この年代から見ても、世界の旧石器時代には原人も惰性石器を作っていてホモサピエンスも作っていたけど、日本の場合はほぼ全部新人ホモサピエンスが作っていたと言いますね。はい、考古学の時代の何万年前っていうのはですね、いろんな方法で科学的に出そうとしてるんですが、どうしても誤差もあるし、ね、はっきりしないので、ここに書いたのはあくまで諸説であって、またね新しい化石や石器が見つかるとどんどん年代が変わっちゃいます。先生が中学校の時とは全然違う今ね年になってます、年代になってますので、この後の発掘に注目していってくださいね。旧石器時代の様子ね、氷河期の頃ね、まあ、日本の場合は氷河期が、終わるで最後の氷河期ぐらいに、日本と大陸が陸続きな時に人が来たんじゃないかと言われてるね。それからですね、狩りをしてさっき言ったように蒸し石の上で蒸し焼きをして、火を通して食べてるね。土器がないので煮るっていうことはできないんですね。なので、石の上で焼いたり蒸したりしたということが考えられますね。はい、絵が出てますね、よくみんなが知っている縄文時代にあった縦穴式住居に似ていますがちょっと違います、ね、テントのような住まいでですね、獲物を追ってですね、あちこちに、移動していた時の、ので縦穴式住居というのはきちんと穴を掘ってそこに柱を立てるんですけども、そうではないんですね。似ているので勘違いしないでくださいね。はい、それから惰性石器が出てくるのが旧石器時代の特徴ということになりますね。はい、それでは今日は岩宿遺跡に行ったちょっとね、写真とかビデオとか、それからそれと旧石器時代の勉強を関連づけてみましたが、皆さんもぜひ本物を見てくるとね、さっきの最初に出てきた石器、非常にね美しい黒曜石ってね、黒曜石って群馬県であんまりないんだそうで、長野県なんかからわざわざ、材料をね、取ってきて、旧石器時代の人もそうやって人の交流はすごい盛んだったってことですよね。そうやってですね、人はたくさん住んでいて火山活動が盛んな中でもたくましく生きていたんだなっていうのを、ね、実感するのに、ぜひ本当の遺跡を見てくるといいんではないかなと思います。はい、じゃあこれからも社会の勉強頑張ってくださいね。はい、それでは今日は縄文時代の勉強をしましょう。群馬県の中の、縄文時代の遺跡を2つ見てきました。茅野遺跡ってとこですね、これは新東村というところですね。もう一つは、寺西貝塚で板倉町の遺跡ですね。どんな様子だったでしょうか。まずじゃあ茅野遺跡から見てみますね。榛名山の、ね、南側にある新東村で、ですね、こんなね、これ耳飾りなんですよね。イヤリングみたいですけども、ですね、これがたくさん出土した遺跡があるんですよ。新東村に耳飾り館といって、この耳飾りをたくさん集めた博物館があるんですよ。
この博物館ちょっとおすすめなんでね、ぜひ行ってみてください。これどうやって耳につけたかっていうとちょっと怖いんですけど、あの耳に初め小さな穴を開けて、あのピアスみたいにね穴を開けて、それを小さい飾りをその中にこう詰めるんですね。さらにだんだん大きくしていって、最終的にはこんな耳たぶが大きくなるような大きな飾りをつけるようにしたようです、ね、これは縄文時代に作られてですね、非常に土でできているんですけども、まあ、土器の一種でしょうね。ですがすごく繊細にデザインされてね、非常にセンスのいいデザインがあってね、ぜひ見てほしいと思います。さあ、遺跡、火曜の遺跡行ってきましたが、まあこんな風にですね、今は公園になっていて草むらのようになってしまっています。発掘調査が終わってこう埋め戻しをしてしまったんでしょうね。はい、ということで火曜の遺跡は、石碑の、ね、石碑が立っていて、説明の、ね、ボードがあります、ね、ですがここで、実際に発掘したものを見るということはちょっと難しいということになりますね。縄文時代の勉強ですから、貝塚とかあったらいいなってちょっと先生思ったんですが、群馬県だしね、海ないし貝塚なんかありっこないよね。この茅野遺跡は標高が350メートルぐらいありますので、どっちかというと山の斜面にできた、遺跡ですよね。じゃあね、ちょっとね発想を変えて、貝塚がありそうな、ね、群馬県の南の方の平地の方の遺跡を見てみようと思って、ちょっと遠かったんですけども、群馬県で一番ね、海に近い板倉町ってところに行ってみましたね。ここです、ね、ただ海に近いといっても現在は海から7、80キロあるんじゃないでしょうか。前橋や高崎だとね、海から100キロ超えてるんですけども、まあそこよりはちょっと近いかなと、ね、標高も低いかなという感じですね。板倉町の文化財資料館というところへお邪魔して、縄文時代の資料ありますかと言ったらですね、ちゃんとねこの板倉町で、ね、貝塚があったんだそうです、ね、はい、こんな風に、貝塚をこう実際にこう引き剥がした、ね、標本がありました。こういう風に海の貝があってですね、中には大きな牡蠣なども入っています、ね、これが層のようになっているというのが、貝塚の特徴なんですね。群馬県にも貝塚があったっていうことになります。たださっき言ったみたいに海から何十キロもあるところにわざわざ貝塚を作るっていうのは不自然ですよね。はい、もう気がついてる人が多いかなと思いますが、地球上の気候が暖かかったり寒かったりすることによって海岸線というのは変化しているんですね。縄文時代の特に前半の頃は非常に世界中暖かかった、教わりましたよね。氷河期から、ね、氷期が終わってからは暖かくなってですね、平均海水面が非常に高くなっていた、ね、はい、こんな風に、現在の東京都の中心とかは海の底、ね、または千葉の九十九里浜や、利根川の沿岸なんかも低くてもう海が入り込んできていたんですね。一番奥まで入っているところが、群馬県の一番端の板倉町ということですね。それで貝塚が発見されたわけですね。はい、いいものを見せてもらってよかったんですが、もうね、この貝塚もう崩れて発掘し終わって、なくなっているんですが、あの貝塚のね跡は残っていて、貝がねまだ今でもね拾えるってね、許可を得てね貝を拾ってこようと思って貝塚にも行ってみましたね。はい、寺西貝塚っていうところです。まあ、今はこんな風になってますね。石碑が立っていて、貝塚のあった崖はもうなくなっています。崩れてしまっているんですけれども、辺りを見るとまだね、貝がいっぱい残っているんですよ。どうですかね、中にはね淡水のつまり川や沼や湖にいる貝もあるようですが、多くはね海の貝で、ね、アサリがね多かったように思いますね。アサリとかカキとか、まあ、シジミの場合は海水でもそれから真水でもそれからその間のね汽水って言うんですけども、そういうところにもあるので、まあそういう意味では、淡水産の 貝と海の貝が混ざったような状態になっているとね、はい、いいところに行ってきました。いくつか貝を拾ってきましたので、後で、
見たい人は、ね、見せてあげたいと思います。さあ縄文時代のまとめですね。縄文時代っていうのは縄文土器が出たから縄文時代ね、記録のない頃ですから出土した品物によって時代の名前が決まる、ね。こんなようなですね、縄文というのは縄目の門という縄の門、ね、模様という意味ですが、この時代に発掘されたものは縄の模様がなくても縄文土器と言います。一番左のが一番古いですね。これ立たないじゃんって思いませんか。これね、地面に突き刺して使ったようですよ。その周りに火をくべてですね、中のものをね、例えばさっき貝塚見ましたけど、貝を煮てですね、生のまま食べるんじゃなくて煮て干して取っておくんですね。真ん中が有名な、火炎、火が燃えているような土器で縄文土器の特徴の一つですが、そういう土器もあって、これを置けるようになってます。で、右側のやつはもう縄文時代がほぼ終わりの頃の土器ですが、非常に精密にできてきてですね、すごくね、質感のいい土器になっていますね。はい、それから、土偶、これは先ほどの、板倉町の文化財資料館で写してきた中空土偶、中が空っぽになっている土偶です、ね。土偶が作られたのも縄文時代の特徴。はい、縦穴住居、縦穴住居に関しては縄文時代から作られて、この後の弥生時代とか古墳時代も縦穴住居はあったので、縄文時代にだけ存在したものではないので注意してください。この後ね、しばらく日本人、特に田舎の方はですね、縦穴住居を愛用していたと、ね。これはね、大室公園という前橋の公園で復元されたものです。縦穴住居は地面に穴を掘ってそこに柱を立てて、ね、昔の技術では今のように壁を高く作る技術がなかったので、穴を掘って土の中に半分の半地下みたいな感じね、地下半分地下みたいにして、まあ周りの壁を作るより土のその穴を利用した方が、昔の人にはとっては良かったとか、または土の中の方が温度が一定、例えば寒い地方では、掘った方が暖かい。なので北海道なんかで見つかってるやつは人間の背の高さぐらいだから、地下にね、非常に深く掘ってある縦穴住居が見られるようです、ね。はい、これはね、大室公園というところでね、見られますので、皆さんも見に行ってみてください。はい、縄文時代の勉強のまとめをします。これね、ちょっと最近少し変わってきたんですね。先生たちが中学校で習った時や、それから昔、私が小学校や中学校で縄文時代の勉強をしているときに、縄文時代は狩りや猟をしていたので、定住していなかったようなことを教えましたが、でもなんで貝塚があったりとか縦穴住居とかね、あるんだろうということを考えるとですね、ちょっと今考えると矛盾してますよね。なんで縄文時代は狩りや猟は盛んだったんですが、実は少しだけども農業が始まっていた、ね、どんぐりやごまや豆芋、ね、などを育てて、水田はあまりなかほどなかったようですが、陸稲といってお米を普通の畑で育てるというようなことはあったらしいです。ただね、畑というのは水田と違って遺跡っていうか発掘で残りにくいんですよ、ね。水田は、掘って周りを固めたりいろいろしてますので、水田跡だってのが分かるんですが、畑の跡ってのはなかなか見つからないので、まあ、縄文時代は農業してなかったと思われていたのも、まあ仕方がないと思います、ね。それからね、豚なんかを飼ったりとかでね、牧畜も行われていたようなので、ですね、狩りや猟だけで生活したわけではない、これはもう最近では通説になっているので覚えてください、ね。ある程度定住が始まっている、ね。そして縦穴住居に住んで、しばらくそこにね、何でも住む、ね。だから旧石器時代のようにテントのような家に住んで、あちこち、獲物を追っていたのとは違うということですね。なので、縄文時代は世界的に見れば新石器時代に入ります、ね。石器がね、磨製石器だとね、それからですね、始まった時期としてはですね、まあ、いろいろこれも諸説あるんですが、1万数千年前ということで、これもし文明というふうに考えれば世界でも最古になるような文明になってですね、非常に平和で、1万年以上続いたということです。
ですね。実はですね、縄文時代に、米作りは随分伝わったようなんですが、日本人の、まあ、一部の人は米作りをすぐ始めましたが、多くの人は縄文の方がいいっていうんで今までの生活を続けてたというような、研究結果もを言ってる学者もいます。まだはっきりは分からないんですけども、平和で豊かで、土器なんかにね、綺麗な飾りをつけたり、さっき最初に見た耳飾りを作ったりしておしゃれをしたりして人々が生活を楽しんでいたっていうね、いい時代だったんではないかというふうになっていますね。今でもちょっと古い本を読むと、縄文時代は農業をやっていないっていうふうに書いてありますが、もう、最近では、農業が始まっていた、ね、定住も始まっていたということが、通説になっていますね。注意して勉強してくださいね。あと年代とかですね、いろんなことはですね、また新しい発見がいろいろあるとどんどん変わってきますので、最新の情報にもね注目していると考古学は良いと思いますね。群馬県には、古代の遺跡がたくさんあるので、ぜひ近くの遺跡に行ってみてくださいね。はい、それでは今日は弥生時代の勉強をしてみたいと思います、ね、まず弥生時代の遺跡の様子を見てみます。それからその遺跡やその他の資料をもとに弥生時代についていろいろ考えてみましょう。はい、弥生時代の遺跡に行ってきました、ね。群馬県高崎市にある日高遺跡というところです、ね。はい、これ何だか分かりますよね。ですね、これは水田の跡です、ね。この前縄文時代の勉強をした時に、縄文時代の人も、植物の栽培をもうすでにしていたという勉強をしました。しかし、畑の跡っていうのは遺跡には残りにくいんだそうですね。田んぼの場合は、掘って水を溜めていたりとかですね、毎年そこで作るものですから跡が残りやすいんです。特にこの日高遺跡の場合は、これはね、最初の発掘されたばかりの頃の様子なんですけども、近くの火山が爆発して、軽石がこう覆いかぶさって、その軽石をどけるとこの水田の形が現れるという形だったんですね。つまり、そこで住んでた人にとっては災難だったですけども、大きな爆発のおかげで、水田の形が、火山の、ね、軽石に覆われて、しっかり保存されるとね、中には足跡だとかそういうものが残っていたということになります、ね。はい、水田の遺跡が見つかった、これはイコール弥生時代の遺跡と考えることができます、ね。弥生時代の遺跡ね、やっぱりね、西日本に多いんですよね。お米が、稲作が伝わったのが九州の方だったので、この群馬県ですからですね、東日本ではあまり例がなくてですね、いい発見だったと思います、ね。実際にこの発掘された水田を使って、このように体験活動をしたりすることも行われているそうです。さあ次ですね、この集落の、様子を復元した絵なんですけども、これね、村の周りを丸く囲ってて、これを環合集落っていうんですよ。環合については後でまた詳しく説明しますね。丸くね、周りが囲んであるのは見えますよね。多くの人は竪穴住居に住んでいたですね。場合によっては、よく弥生時代は身分の差ができてきたなどと言ってですね、大きな家だとかですね、そういうのも見られますが、多くの普通の一般の人は、ね、竪穴住居に住んでいたんですよね、はい。それから高床倉庫というのは、米を蓄えておくためですね。これはね、稲作が伝わってきた中国なんかでも、やっぱり稲作をしているところでは、高床倉庫に、お米を保存してですね、さらにそういう場所では日本とは違ってですね、竪穴住居じゃなくて人々の住む家も高床になっているというケースもあるようです、ね。はい、この日高遺跡の様子は、まずこの人が住んでいる場所が見つかり、それから水田が見つかっているということですね。水田ではいろいろあってですね、水を温めるための、その水路があったりとか
かですね、非常にね工夫されていたそうです。それもう一つお墓ですね、2つ種類ですね、左側の方が方形周公墓、右側の方は円形周公墓、まあ、四角いの方形といってですね、丸いの円形、まあ、お墓の周りにもこの溝を掘ってですねくっきりしているのが、まあ、あの弥生時代の特徴のあるお墓なんですけど、こういうものが見られていますね。はい、よく勉強で習いましたが、弥生時代は村同士の争いが多く、まあ、王が、ね、小さな国が生まれたり、国同士の争いでだんだんまとまっていった。だから漢後集落というのは村の防衛が主な目的だったということですね。つまりお堀を掘ってですね、敵の侵入を防ぐという要素が強かったようですね。まあ、ちょっとね細かい話ですけど、漢号には2通り号という字が2種類あってですね、まあ、空堀、つまり水がない堀の場合は土辺の方で、水がある方は山水を使うのが正式なんだそうです。随分細かいよね。はい、で実際に日高遺跡の写真を見るとですね、こんな風になっていますね。これはね、そうですね、右の後ろの方が村の中の方で、今村の外側から見たところになります。これが環壕が掘ってあって空堀だったようです。でその掘った土を内側に盛り上げて土塁を作ってますね。だからまずお堀と土塁とで外敵の侵入を防いだと考えられていますね。まあね、いろいろ意味はあるらしくてですね、村と村への境目をつけるためだという説もあるし、またはね、みんなで一緒に作業をすることでこうチームワーク作りをするっていう、同じ目的のために働いて村が団結するという意味もあったようですが、やっぱり外敵、ね、からね、他の村と戦いになったりとかですね、他の国同士の争いに巻き込まれたりした時に村を守るために環壕が作られたというのが、まあ、一番大事な役目だと思います。で集落の中の方から見てみるとこんな風になってますね。手前に土塁が見えて、土塁の向こう側に空堀が、堀があるということになります、ね。はい、日高遺跡ではこの土塁と環壕も、いい状態で保存されていてですね、これは実際に行って見ることができるので、近くの人はぜひ行ってみてください、ね。広い公園でですね、いろんなものが見られます。さあ、それではね、弥生時代のまとめをねしてみましょう。小学校の時習ったこともあるんですけども、稲作が中国朝鮮半島から伝わって米作りが始まったり、この稲作をはじめとして、中国や朝鮮半島の渡来人の人が進んだ技術を持っていた。それからお米が、蓄えられることで、身分の差ができたり、それを奪い合う戦争が始まったりするようになった、ね。あの織物を織って、絹で織物を織ったり、米作りが始まったり、村の周りに堀を掘る、さっき言った環壕集落をね、から、青銅器や鉄器、金属器が伝わったです、ね。ちょっとここで、今度はね、縄文土器ではなくて弥生土器の方ですけども、土器は縄文土器よりも高い温度で焼かれた書いてありますね。縄文土器は基本的に地面の上に土器を置いて、そこに燃える木をかぶせて火をつける野焼きということでしたが、弥生土器も野焼きには変わりがありません。ただし、燃える木の上にさらに粘土だとか砂のような燃えないものをかぶせて、熱を閉じ込める工夫をして、やや高温で土器を焼くようにしたというところが違いますね。で、あと縄文土器に比べると、まあ、その形がきれいに整っていて、まあ、円形がきれいに出ていたりとかですね、それから土器もやや薄手になっているので、まあ、ちょっと初めの頃はですね、もしかすると形が整っているのは今ね、焼き物を焼く人はぐるぐる回るろくろという台の上に乗せて焼き物を丸くしてるんですけど、そういうものがあったのではないかって考えられたこともあったんですが、どうやら弥生土器は形は整ってますが、ろくろを使って作ったことはなかった。ろくろはまだ存在しなかった。また、今陶芸をする人は、釜、ね、焼き釜を使って釜の中で釜を密閉して温度を上げる作り方をしていましたが、それもまだなかった、ね。縄文土器の野焼きに燃えないものをかぶせて熱を閉じ込める工夫をしたものであったと覚えておいてください、ね。それから
さっき金属の道具が伝わってきたという話がありましたが、はい、この間、世界的にね、全体旧石器時代とか新石器時代の勉強をして、新石器時代に金属器が使われて、最初青銅器が作られて、やがて鉄器が作られる。鉄道は硬くていいんですけど、技術がね必要なので、青銅器がね、低い温度で溶ける青銅器が作られて、やがて高温が必要な鉄器にこう進歩していくということですが、日本の場合は少し事情が違います。日本の場合はね、残念ながら日本人が自分たちで青銅器や鉄器を、作ることを思いついたわけではなくて、これも、大陸から伝わってきたんですね。でしかもね、青銅器と鉄器がほぼ同じ時期に伝わってきたので、皆さんどうですか？もし戦いに行くとしたら、青銅器の武器と鉄器の武器、どっち持っていきたいですか？で、鉄器持っていきたいですよね。柔らかい青銅器では敵に負けてしまうかもしれないから、鉄を持っていきたいです。なので、実用品、農業をしたり戦いに行くときは鉄器を使い、そうじゃないものね、お祭りの時の飾りとかね、そういうもの、銅の鏡とか銅鐸や銅剣のように、形は武器の形をしているものもあるんですけど、実際は祭りの宝物として青銅器を使い、鉄器は実用品として使ったという、こうね、目的に分けて用途を分けていったっていうところが日本らしいところですね。これちょっと覚えておいてください。あと弥生時代の勉強ですけど、今まで旧石器時代や縄文時代、弥生時代、みんな出土してくる品物を使ってですね、歴史を調べて、難しいんですけども、出てくる木などの状態から、放射性同位元素という難しいんですけども、そういうので約何年前とかというのを、決めているというね、出土したものから決めていたんですが、この頃になると中国では、もうすでに大きな国ができて、歴史の書物が書かれるようになったんで、弥生時代頃から日本の様子も中国の歴史書に現れるようになりました、ね。最初に現れたのは漢、中国の漢の時代の、紀元前1世紀頃に100以上の国があるんだよっていうことが漢書地理史という本に載っていてですね、それでですね、中にはその国の中には中国の漢の皇帝のところに挨拶に来る、これをね、朝貢と言います。言葉を覚えてください、朝という字に貢ぐという字を書きますが、これは、日本の小さな国の王が中国の皇帝に使いを送って、中国の皇帝からね、君がじゃあ日本のなんとかっていう国の正式な王として認めてやろう、これは正式な作法というんですけども、そうするとですね、日本でですね、俺の後ろには中国の皇帝がついてるんだぞ、自分の権威を高める、または戦いの時に有利になる、ね、そういうような意味を込めて、こういう中国に朝貢する人が増えてきた。これは日本だけではなくて、中国の周辺の国ではそういうことがね、例えば中国の西の方の遊牧民族だとか、中国の北の方や南方の方の人とか、ね、それから、ベトナムだとかね、周りの国も中国に朝貢するというのは行われていたんですね。はい、次も朝貢のお話です。今度はね、後漢書統一伝ってですね、漢が一旦滅んで紀元、1世紀頃にまた復活して後漢というのができて、後漢書統一伝、統一伝というのは東の方の、野蛮な人たちの話って、日本人はちょっと中国に比べると野蛮だということになる。中国の方って大抵そうなんですよ、ね、北は敵、北敵、南は南蛮、野蛮の蛮、西は清獣とか、または古という字を使ってですね、中国よりも遅れてる、中国より東にいる人は、イというですね、それで遠い、東の方にいる野蛮の人のお話というのに出てきます。でそこで日本人は和人と呼ばれていたですね。和という字も一説には小さいとか、そういう意味があるので、わざと悪い字を使って日本を表しているという説もあります。違うという説もあるので何とも言えませんが、これではね、はっきりしててですね、なんと、57年、紀元に直すと57年ですね、文章の中では、建武中元2年って書いてありますが、この年に、日本の王がね、朝貢したと、ね、そして中国の皇帝は光武帝という人ですね、ちょっと有名な皇帝なんですけども、漢を復活した人ですが、この人が、
とその使者に金の印珠を預け、ね、授けた。これ見たことあるでしょ、金印って言うんですね。はい、銅や銀の印もあるんですけど、金印なんで結構レベルが高いんですよね。まあ、実はその上に宝石、玉というね、石で作った印が、中国人の王には玉の印が与えられて、中国人じゃない人の王には金や銀や銅の印が与えられて、この時はどうも光武帝は日本が和人が海を越えてやってきたということに感心して、よし、まあ、大して大きな国じゃないけど特別に金印をやるぞみたいにもらえたという説もありますね。はい、それからですね、この本の後半にはですね、この記録にはですね、まあ2世紀頃は和は大変乱れていた、よく弥生時代に小さな国の争いがいっぱいあったという話があって、まだバラバラだったということが分かりますね。ところが、3世紀になると、まあ、有名人が登場ですね。邪馬台国の卑弥呼が今度は漢が滅びた後にできた魏という国に朝貢しています。魏志倭人伝という有名な、まあ、正式には魏志倭人伝なんていう、記録はなくてですね、魏志の中に倭人の記録があるのをそう日本人が読んでるだけならしいんですけども、邪馬台国とか卑弥呼とかという字が出てきています。邪馬台国の矢という字とかですね、卑弥呼の字もですね、卑弥呼の日って癒しって字だったりですね、これもね、まあ悪い字を当てて日本人を下に見ているという説もあるし、そうじゃないという説もあるんですかね。まあこの頃になると卑弥呼が多くの国をだいぶ統一し始めたとね、国がまとまってきた様子が中国の記録にも残っています。あとね、卑弥呼は死んだ後に大きな墓を作ったというのが残っていますね。これ相当大きかったようですので、まあ古墳なのかな、いよいよ卑弥呼の、いる時代の終わりの頃から古墳時代になっていくのかな、これは、まあ、またこれもはっきりしません。本当にそうだったのか、よくわかんないんですが、確かに、近畿地方の、ね、奈良県には卑弥呼の墓ではないかと、ね、また女性が葬られているという、古くから言い伝えのある古墳が残っているんですが、まあ、それが本当にそうかどうかはまだまだ研究段階ということです。ただこの中国の歴史書を見ても、小さな国ができて争っていて、やがてまとまっていくという、あのことがね、歴史書にはっきりと現れているということですね。さっき見た日高遺跡の漢王集落のこの、堀やこの土塁はやはり戦いに備えてのものであったということが想像できるということですね。日本がまとまって古墳時代になっていくのはこの少し後になると思いますね。はい、では弥生時代の勉強は終わりにしますが、あちこちに弥生時代の遺跡が残っていたり、それから高床倉庫や縦穴住居を復元しているような設備もいっぱいありますね。なので、休みの日などに近くの、ね、遺跡やね、また遺跡をまとめた公園などを見に行ってみると良いと思います。高崎市の日高遺跡は結構おすすめです。ぜひ行ってみてくださいね。はい、では今日は、この学習を終わりにしたいと思います。